大相撲令和元年5月場所は2019年5月12日から5月26日までの15日間東京都墨田区の国技館で開催された大相撲本場所である。年号が令和に変わって初めての本場所である。先場所全勝優勝を飾った横綱、白鵬が先場所千秋楽の横綱、閣流戦で右上腕二頭筋を断裂し、調整の遅れもあって全球。 各竜の一人横綱となった。前半戦は、各竜と大関復帰を目指す関分け、土地の神が共に7連勝するが、中日に各竜は先々場所優勝の玉鷲に押し出されて令和初の金星を配給。土地の神も遠藤に深くを取り、この時点で全勝がいなくなる。各竜、土地の神とも10日目までいっぱいを守り、優勝争いはいっぱいの各竜。 土地の神と平幕の浅野山が並び、2敗で平幕の琴栄光、3敗で大関の豪栄堂と高安、平幕の炎鵬が追う展開となった。11日目に各竜、土地の神が共に敗れて浅野山が単独トップに立つも、12日目は土地の神と浅野山が敗れて各竜と浅野山が2敗で並ぶ。 十三日目は、土地の神と朝野山の直接対決が組まれ、物言いのつく微妙な一番を朝野山が制して二敗を、守った一方、各竜は高安に敗れて三敗目を喫する。迎えた十四日目、朝野山は、大関、豪栄道との一番が組まれ、さらに結びで、各竜と土地の神の直接対決が組まれた。朝野山は豪栄道を寄り切って下し二敗を守った。 一方、結びの一番は、はたき込みで、土地の真が10勝目を挙げ、大関から楽よく場所の10勝により大関復帰を決めるとともに、千秋楽を待たずして、浅野山の初優勝が決まった。3勝は優勝した浅野山が、主君賞、関東賞のダブル受賞。全党で10勝を挙げた力士が、浅野山以外に6人いるという大混戦の中、 終盤5日間で4勝1敗とした阿炎と、千秋楽までを6連勝で締めくくった島の海が、関東省を、やはり終盤5日間で4勝1敗とし、千秋楽でも勝利した龍電が、技能賞を獲得した。なお、新大関の高啓省は、右膝の負傷により5日目から、途中休場、無理を押して8日目に復帰するも壁山に敗れて、再び休場となり、次の7月場所は、 門番として迎えることになった。千秋楽の5月26日、国賓として来日中の第45代アメリカ合衆国大統領、ドナルド・トランプ及び大統領夫人、メラニア・トランプが第98代内閣総理大臣、安倍晋三と共に感染に訪れた。今回の場所において、米国大統領杯が新設され、幕内最高優勝者でもある浅野山英二が、 初代受賞者に選出され、トロフィーがトランプ大統領時期時期に手渡された。これに伴い、警視庁警備部及びアメリカ、合衆国シークレットサービスの主導のもと、会場内外ともに大幅に警備が強化され、ゴミ箱コインロッカー、自動販売機、休憩室等の使用禁止措置や、国技館ちゃんこの販売禁止や紙パック入りを除く、飲料の没収。 金属探知機の設置や手荷物検査の実施、力士帰宅時の通路の一時閉鎖などのテロ対策が取られた。また国技館周辺を国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国交換等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく小型無人航空機の飛行禁止区域に指定した。 ありがとうございます。